我が家の前の市道、電柱の根元に、矢の根梵天下が、ど根性映えしています。生え始めて早20年。南米原産で、園芸種として入ってきました。花は朝開いて、夕方には閉じます。これまで、ヒメシロモンドクガの幼虫を、ここで見ています。毎年、冬に切ってしまって春に芽生えてくるのですが、検索結果はこちらです。なぜか東日本大震災の年だけ芽生えませんでした。不思議な力を持った矢の根梵天下なのかもしれません。